坊ちゃん劇場は、愛媛県東恩市にある劇場である。すべて題材は、四国、瀬戸内に関連するものである。なお、劇場ホームページに記載されていない、各出演者の倹約は省略。第1弾、ミュージカル、坊ちゃん。第2弾、ミュージカルコメディー、我が輩はタヌキである。第3弾、ミュージカル、龍馬。2008年11月1日、11月2日。 11月8日、11月9日の4日間、高知市文化プラザカルポート内ホールにて、高知公演が行われた。第4弾ミュージカル、鶴姫伝説瀬戸内のジャンヌダルク第5弾ミュージカル、正岡式明治を駆け抜けた男たち第6弾、ミュージカル、誓いのコインロシア兵をもてなした松山第7弾、ミュージカル、幕末ガールドクトルお稲物語第8弾、奇想天外カブン玉撃、 現在2013年9月10日から21日に、アルファ、穴吹キホール小ーホールにて、香川公演が行われた。第9弾道後温泉本館改築120周年、記念作品ミュージカル、道後湯の里から夢を実現させた男、伊佐には和也や物語第10弾、瀬戸内海国立公演80周年記念作品、しまなみ海道15周年記念ミュージカル、 鶴姫伝説瀬戸内のジャンヌダルク2015年4月18日から7月16日までの3ヶ月間、特別公演として2009年に初演で、鶴姫役を務めた、薄井涼子、同じく初演で、初代、三代目竜神役を務めた、丸山あり子が出演した。第11弾坊ちゃん劇場10周年記念作品、お遍路さんどうぞ劇場作品史上初めて初演から、 千秋楽までのキャスト交代がなかった。2016年9月2日から4日に、レクザムホール、9月10日から11日に、高知県民文化ホール、9月17日に、丸亀市民会館、9月24日から25日に、鳴門市文化会館にて、四国巡礼公演が行われた。第12弾、式、季、創生誕150年記念作品、52、デイズグタフッツアン、 二人の文豪を2017年9月27日、28日に、新宿区立新宿文化センター大ホールにて、初の東京公演が行われ、交代キャスト含む全キャストが出演した。第13弾、第9アジア初演100周年記念作品、喜びの歌2018年10月20日、21日に、阿波銀ホール、徳島県郷土文化会館にて、徳島公演が、 11月28日、29日、高等区立、ティアラ高等大ホールで、東京公演が行われた。愛媛、ロシアオレンブルグ友好特別公演、誓いのコインロシア兵をもてなした、松山第14弾ミュージカル、瀬戸内公新曲第15弾ミュージカル、岡山桃太郎伝説鬼の鎮魂化本来で、あれば、10月12日で、南里、森田、 原が千秋楽を迎え、今村、大岩、福光が10月14日からそれぞれ入れ替わり本番を迎える予定だったが、怪我によって激しい動きができなくなった渡辺が急遽降板することになり、渡辺の役を大岩が演じることに。そのため、森田が急遽12月7日まで続投することになった。愛媛に物体芸術文化を花開かせるために、 2013年8月から活動。元劇場出演者も複数名在籍している。オリジナルミュージカルを上演のほか、児童文学作家の作品、人権劇、愛媛の偉人や民話などの朗読劇も行う。メンバー上演作品現在は40歳以上となっている。ホームページに記載。しかし、ロシア公演レポートの PDF や2019年の特別公演では、 本条となっている。誓いのコインキャスト変更のお知らせ。ぼっちゃん劇場事務所からのお知らせ。2020年8月11日閲覧。岡山桃太郎伝説鬼の鎮魂化2021年8月中旬まで、公演延長決定ニューストピックス。2020年12月9日閲覧。鬼の鎮魂化キャスト変更のお知らせニューストピックス。 2020年10月14日閲覧、ありがとうございます。